こんにちは。今日は5月11日土曜日です。今三本滝のですね、駐車場による残雪を撮影しております。まだまだですね、ここ残雪残っております。今日土曜日ですが、比較的駐車場はですね、空いております。今日はちょっと風が強めですね。時々ちょっと突風もあります。ただ気温は高めですね。カモシカゲレンデ、もうすべて雪は消えました。雪はありません。三本滝ゲートですが、こちら工事のお知らせになっております。5月27日から7月中旬までですね、7月1日ですね、ここのゲート開きますが、その開いた以降もですね、まあ多分15日前後までだと思いますが、片側交互通行となります。多分マリシテンの手前ですね、こちらから登っていって橋を渡ってちょっと直線のところ手前ですね、去年からちょっと崩れかかってましたんで、橋の手前、多分そこを補修していると思います。工事のお知らせです。以前にもお知らせしましたが、こちらの看板ですね、散策ルートの紹介があります。三本滝行かれる方はこちらをですね、こちらまっすぐ進んでください。ここから約1キロですね。コリスはですね、真正面に見える小屋の手前ですね、小屋の手前、今ロープが張ってありますが、そこを左曲がってください。そうすると休暇村の方まで歩いていけます。今日も格好はですね、鳴いておりませんね。ウグイスはかなりどこでも鳴いてくれますが、ちょっと格好の方はですね、今日は鳴いておりませんでした。砂利引きの方の残雪もですね、まだ残っております。雪遊びはできます。以上、乗鞍満喫でした。今日は三本滝ですね、駐車場周辺を撮影しました。ではまた。